今日は秋田県の天王サーフに来ております。見てください。鳥山がすごいですね。あの鳥が狙ってるのはベイトのカタクチイワシ。このカタクチイワシを狙って入ってきているサワラを今日は釣りたいと思います。まあ、比較的イージーに釣れる魚なんですけども、まあ、女性でも釣れると思いますので、今日は釣り東北デザイン部の伊藤さんに来ていただきました。一緒に頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。こんな感じで簡単に釣れちゃいます。ちょっと続きかもしれないんで無理しないで。サワラ釣りに来たんですけど、シーバスが釣れちゃいました。重い。お腹パンパン。やりました。どうしようかと思っちゃったね。どうですか、簡単に釣れて面白くないですか。面白い、全然引きが今まで集まったことない。面白いです。釣れました。2匹目です。
ですか？そうでもない。でかいでかい。ねえ、やったー。いい。嬉しい。今使ってるルアーなんですけども、タックルハウスさんの、フリッツ 24g。 今これ使ってましたけど、今度ちょっとルアー交換で同じタックルハウスさんでローリングベイトに変えたいと思います。まあ、ベイトの大きさが多分5センチから8センチなんで、それにルアーも合わせてセレクトしていきます。初めてのルアー釣りでしたが、私でも簡単に釣れてとても楽しかったです。